浜松市出身の元サッカー選手武田信弘さんが静岡県のサッカーやワールドカップでの裏話などについて講演を行いました。静岡新聞社静岡放送21世紀クラブの定例会で講演したのは浜松市出身でサッカー元日本代表の武田信弘さんです。武田さんは自身の経歴を振り返りながら常にトップチームを意識しながらプレーしていたことなどを語りました。またカタールワールドカップで日本代表をベスト16に導いた森保一監督との試合前のやり取りなどを明かしました。やっていただけるのもいいですし、1週間前話聞いたんですよ、森保監督に。もう準備はできてるって話をしてたんで、今回3回目なんでスペインのやり方ある程度わかるっていう話をしてたんで。講演の最後には参加者からの質問に答え、サッカー談義に花を咲かせました。